と思います。吉田についてはもうあんま語ることねえとか興味ねえよ。あいつがパクられようが。実験だったら面白いなっていう。そんぐらいかな、感想としては。偽札作ったらさ、どんぐらいの確率で起訴されんの？確定なの？え、だってさ、それってさ、ヨッサンがさ、気づきませんでしたっつってもやっぱ、で、知らず知らずのうちに使っちゃってましたっていうのでもダメなの？あいつ否認してるから100だよ。あいつ否認してんの？否認してんの？バカじゃん、くたばれよ、ほんとそのまま臭い飯食いながら。死ねえよ、そのまま。クソザラメロだ、ほんと。否認させとこうぜ。で、ヨッサン悪くねえでやってねえよ。おい、これ、俺の、これ、俺、ヨッサンやってないでしょ。どう考えても。守ろうぜ、みんなで。あいつやってねえよ。絶対、あ、そいつが、あいつがそんなことやる人間じゃねえもん。絶対やってない。守ろう、みんなで。やってないでしょ、どう考えても。認めさせんなよ。あいつ、実験があったら、クソ受けるわ、マジで。てか、そんなことするやつはいいんだよ、別に。もう、同情されるの余地ねえや。外にいるよりまともな暮らしできるだろ。否認してんのかよ。知らないけど、使っちゃいました、みたいな、そんなこと言えばいいのにね。カラーコピーの偽札使った。カラーカラーコピーの偽札使ったの？いや、わかんないでしょ、そんなの、俺たちでも。いや、俺は予算やってないと思うな。面談行く人いたら、加藤純一応援してるって言っといて。だから、ニコ生盛り上がってるんだよね。あ、終わった。はいや。さあ、動画上げるぞ。